皆さんこんにちは、そしてこんばんは。大戸浩司のカラオケレッスンへようこそ。今回は藤原浩司さんで倉敷川愛花。もう見えてますね。ご覧の通り、藤原浩司さんからいただいたポスターを貼らせていただきました。丁寧に直筆でヒットスタジオさんへと、本当に毎回のようにですね、新曲が出るたびにご来店いただいています。そして本当にお客さんが喜びます。さあ、今回も日にちが決まりました。11月の10日第2の木曜日お昼12時からのスタートです。詳細はこの動画の最後に書いておきますのでね、例えば問い合わせ先とか、はい、場所は広島県の福山市カラオケ喫茶ヒットスタジオなんですが、お近くの方はもちろん遠くの方もどうぞご予約の上でご参加ください。歌の方参りましょう。ノーマルでまずは1段2段です。さんもたまに私の動画を見てくださってるということで、つい力んでしまいますね。意識しなくていいのにね。最初、探さ、いきなり上がります。ポンポンポンとね。で、この拳なんですけども、普通とは逆、私は逆三角形の、まあ、いわゆる押し下げの拳と言ってるんですけども、さが、あ、さ、こういう形でね、歌いたい。さが、さ、ないでね。ないでね。この拳がなければこれでいいんですけど、な、上ですね、な、ないないでねでね、はい、こういう拳。今度は今での次に遅れ拳、まあ、引っ掛けの拳と呼ぶ先生もいらっしゃるでしょうけども、これでお願いします。じゃあ早速探さないでいきましょう。3、はい、探さないでね、これ以上大切にしましょう。もう放っておきますとね、多くの方が多分これこれ同じ音で歌っちゃいますよ。これは上です。こうが上、これえー、いここまで上から、上から、そして上上拳がね、まあかっこいいですよ。それではご一緒に、これ3、はい、これ以上。では一段歌いましょうか。
まだまだゆっくり。1、2、3。まではこれ1オクターブですね。はい、ここはあのちょっとだけね隙間を入れましょう。バーキーズバーキ、これ続けるとどうもちょっとね、頼りないと申しますか、だらしなく聞こえるので、あえばキーズつく傷つく、まあ拳がなければつく、引っ掛けあるいは遅れ拳ということで、これもかっこよく決めたいですね。あえさん、はい、あえば傷つく人がいる。出てきました。またまた一段目でも言ったんですけども、日上と人を間違っても人という形ではない、人がいる。がが長い、次のポーンと上がった音が短い。それよりも、ひと、どうぞしっかりとね。三、はい。ひとがいる。じゃあ、あえば、ご一緒に三、はい。あえば、傷つ仕上げに参りましょうか。一段二段です。
側よ。ちょっと見ておきましょう。2段目の最後、人がいるのルーから比べると1オクターブのさらに上、ポーンと。これやっぱりね、心の準備が必要ですよね。この差がここポツンとそこ下がるんですね。女からさいさい、丁寧にね、最後の最後の、はい、じゃあ女最後のいきましょうか。3、はい、最後のこの恋を、この恋を、このの子、最後のからこ、この音、この子、いいお、この拳をね、なくさないでいただきたい。かっこいい、一番いいとこですよ。演歌っぽくね。ぜひともお願いします。こいいお。でも、拳に、気を取られすぎて、いい、この音をね、なくさないで。じゃあ、この、三、はい。この恋を、胸に抱きしめ、流れゆく。胸に抱きしめ、難しく難しく楽譜を作りました。抱きしめ、胸にの次にだが下がりますけども、だと気が同じ。抱き、抱きしめ、抱きしめ、キーキー、これは素早くね、拳。抱きしめ、目の音あまり伸ばさなくて、流れゆく、流れゆく、タタタンタン。このリズムもどうぞ大切に。じゃあ胸、3、はい、胸に抱きしめ、流れゆく。ちょっと戻りましょうか。女、3、はい、女、最後のこの恋、流れゆく、一人川船、暮らしき川よ。ちょっとね、力んでて、ギターもそれから節ももげてしまいました。一人に戻りましょう。一
これは2段目の頭にあえば、音の流れとしては一緒ですね。今度は一人のリが2分音符、一人、そしてうん、川船、川船、拳ではありません、本節、何が何でも丁寧に。しっかりとね、リズムよく。川船、二拍子がうん、暮らしき川よ。なんか変な音になりました、すいません。暮らしき川よ、音程が悪いね、すいません。止めましょう、ちょっと隙間を上げて、がわあよ、がわあ、がよりもちょっと上がって、うわがわあよ、わああのあ、2音目の棒と同じ音で、いよいよ、下からね、こうすくい上げですね。はい、じゃあ、一人に戻りましょう。一気にね、三、はい、一人、川船、暮らしき川よ。では後半仕上げましょう。女さん、はい、女、最後のこの恋を胸に抱きしめ流れゆく、一人、川船、暮らしき川よ。皆さんで女さん、はい、またね、私がメロディーがちゃんと弾ければいいんですけども、いつものように一番のみ参りましょう。よろしくお願いします。Thank you.
男性はノーマルもしくはプラス1がいいという方もいらっしゃるかもわかりませんね。女性はマイナス5を中心にどうぞご自分で調整を。最後にね、テロップが流れますのでどうぞメモをして11月10日全員集合でよろしくお願い申し上げます。本日もありがとうございました。